皆さんは一騎当選という単語をご存知でしょうか。ウィクショナリーによると一人で1000人ほどの敵に対し戦えるほど強いこととあります。1対1000やりてえよな。ということで一騎当選やっていきたいと思います。早速いってみましょう。はい、プロトタイプとしてとりあえず100人出してみたいと思います。ちなみに僕の武器はバットです。あれ、出してみると意外と少なく感じますね。あ、バットに当たったら急に重くなりました。ちょっとこのままだとダメかもしれません。はい、軽くする方法を考えてみました。まずこいつら一体一体に今物理演算くっついてるんですが、部位ごとにさらに当たり判定や重力の設定などがついてるんですね。なので100タイム出すとそういう設定が1000個とかになって処理が爆重になるわけです。ということでバットに当たるまで当たり判定を最低限だけつけて、バットに当たったら物理演算がちゃんと入ったモデルに入れ替えるようにします。ということでやってみます。バットに当たるまでは結構滑らかですね。そして当たってからも、おお、いけましたね。はい、さっきよりだいぶカクつかなくなりました。ということでこの後1000人一気に出してみたんですけども、こんな感じでものすごくカクカクになってしまいました。ちょっといろいろ工夫したんですが一気に1000人出すのは難しそうです。なので常時いるのは100人で、倒されたらどんどん補充していく形式で1000人倒そうと思います。ということで今からちゃんと作っていきます。3日後。はい、ということで早速準備ができたのでやっていこうと思います。はい、これですね。いきますよ。これを、えい、来ましたね。行きましょう。ほらほら、お、いいんじゃないか、ほら。ちょっと待って、やばい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 、よいしょよいしょ、やばいやばいやばい、よいしょよいしょ、やばいやばいやばい、おっとっとっと。はい、こんな感じで圧倒的な物量に押されて一騎当選どころかなかなか地上にも降りられない状態が続きました。こことかはめちゃくちゃ逃げてますね。えい、豪快にバットを振ると隙が大きくて次に物量で押されてしまうので、フェンシングのようなスタイルで戦っています。全然一気当選じゃない、なんかしょぼい。こんなしょぼい一気当選あっていいのかな。えいえい、なんか思ったの全然違うな。あれ、こんな感じで逃げ惑いつつもなんとかフェンシングスタイルで次々と敵を倒していき、そしてついには、お、もうすぐ1000人だ、もうすぐ1000人だけどこんなんでいいんかな、なんか全然思ったのと違うな。ああ。はい、とりあえず1000人は倒してみたんですけども、ちょっとなんか思ってたのと違いましたね。原因としてはこのバットが今だいたい1キロぐらいなんですよ。で、あのマネキンたちの体重っていうのはだいたい60キロぐらいなんですね。なんでこうやってプッて振り回してもなかなか倒れてくれないというか、あんまバコーンって吹っ飛ばせるような感じになってないんですね。ということでこのバットを大きく重くしていこうと思います。はい、というわけでバットの直径を10倍、高さを2倍、そして重さを1000倍にしていきました。ということで今このバットは、1トンあります。これでマネキンたちをね、こうバコーンって一掃していこうと思います。バコーンって感じですね。はい、じゃあ早速やってみましょう。よし、いきますよ。はい、ドン、いけ、ほら、お、ほら、お、ほら、お、さっきより全然いいかもしれない。ドーン、お、いいね、ドーン、ドーン、ドーン、いいじゃん、ドーン、ドーン。まずはこうやって引きつけて、ドーン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 、めっちゃ吹っ飛んでったやついたな、今、ドーン、ドーン、ドーン。先ほどと比べると、かなり楽に敵を倒せるようになりました。また、人が大きく吹っ飛ぶので、爽快感も全然違いますね。ドーン、ドーン、お、お、クリアー、わーい。やりましたね。はい、どうでしたか？結構ね、やっぱ、一頭になると、もう吹っ飛び方が全然さっきと違うなって感じだと思います。はい、なんですけどもやっぱもっと吹き飛ばしたいじゃないですか。ということでマネキンくんの体重を 5g にしてみました。いくぞー、ドーンドーン、よいしょ、こらしょ、どっこいしょ。はい、こうなるともう完全に無双状態ですね。自分が思い描いていた一騎当選がようやくできました。こんな感じで突然囲まれてももう大丈夫、全員余裕でぶち飛ばです。こんな風にいきなり100人に追いかけられても振り向かずに蹴散らせます。まさに無双。はい、というわけで今回は一騎当選やってみました。結構面白い映画見せられたかなと思います。ということで今日の検証はこんなところで終わります。バイバイ。前回の動画で時速300キロのデッドボール死ぬほど怖い説っていうのをやったんですが、コメントや友達からやるまでもなく怖いだろって言われて、みんな知ってたんかって思いましたね。あと最初はこの動画キングダムの宝剣にかなり寄せてたので、宝剣の使ってる刀のモデルを作ったんですけども一回も使いませんでした。まあそういう時もありますよね。こういうバーチャルならではの企画をこれからもやっていこうと思うので、よかったら見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。